あなたの身近にある奇怪にして不可解、奇妙にして不気味な事象、陰惨な事件、凄まじい怨念、祟り、呪い、怪奇、心霊現象、あなたはもう帰れない。羽田空港近くの海に大きな亀が潜んでいるという噂がある。羽田空港近くの海は昔海苔漁や漁業でにぎわっていた場所だ。品川にはその羽田空港近くの海を見渡せる埋め立て地がある。その埋め立て地にあるキャンプ場の利用者が最近大きな亀を目撃しているという。この埋め立て地からは東京湾を行き来する大型船も見えるが、その中に大きな亀がいるというのだ。沖合をかなりのスピードで動いているらしい。時には小型船が沈められることもあるそうだ。専門家はゾウガメの一種か突然変異ではないかと話しているが、その実態は不明だ。都の港湾局は船舶航行の安全を確保するために実態調査に乗り出すことになった。これは港湾局が撮影した映像である。ご覧いただこう。もう一度ご覧いただこう。やはり江戸前大亀の噂は本当だったのだ。